こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、久留米メ競輪場で大会開催されている、えー、熊本記念競輪、えー、最終日、えー、12レース決勝戦の予想を、えー、行っていきます。えー、概要です。えー、こちらですね、3分線となりまして、えー、関東が4人と長いラインになって、えー 2番の番手平原が、まあ番手から出る競争で、えー、人気を集めそうですが、私はですね、えー、っと、この場所をこう、調子をか、調子を買って、えー、新山がスピードで、えー、っと、平原をまくり切って押し切ってしまうんじゃないかなと思いまして、えー、新山恭平を本命にいたしました。 で、えっ、ー、と、平原を対抗の中心としたいと思います。はい、えー、詳しく見ていきたいと思います。えー、12 S ース決勝戦です、えー。ご覧の9人。えっ、ー、と、一応、あの、大会開催な、もう、名目上は地元ということで、中川誠一郎が20万集めてますね。この印、よく覚えておきましょう。あの、この印が厚いと、えー、人気になりがちです。 なので、オッツを見ても、一番人気は確かにあの長い、分厚い関東ラインで横浜が引っ張る。で、えー、抜け出す平原からの、平原、足沢の24が確かに6.0倍と一番人気なんですが、えー、2番人気に中川。まあ、これもスピードありますからね、が来ておりまして、案外、 新山、えー、が人気ないんですよね。さ一番筋の,あの佐藤慎太郎と産後でも22.3倍、まあ。裏の5さんでも23.6倍で、32だと36.4倍。31だと53.3倍となかなか悪くないオッズになります。えっ、ー、と、メンバーです。この9人ですね。えっ、ー、と、バック回数は、 えー、一番多いのは新山強兵ですね、えー。2番目が横山、えー、が6回。まあ、もも横山、あの、決めて決まり手を見ても逃げの決まり手がありませんので、本来ならまくりを打つタイプなんですが、まあ、今回は戦闘ということで、 後ろ、平原ついてますからね、えー、積極性が、まあ、増す新。新山をも上回って、まあ、新山は、あの、勝ってもいいような、今位、位置ですから、それに比べれば、あの、横山はもう、平原のために引っ張るしかないという、あの、ポジションですから、えー、先行続くのはよ横山じゃないかなと思っております。えー と、あと、平原が3回、中川が2回ですかえ、スタート回数は佐藤慎太郎が3回ですね。これ、まあ、どうだろう。中川が一番下だから中川が前取るかな、まあ、意外と、あの、スタート取るような印象はないんですよね。1回しかついてませんし。えー、っと、番手回る小倉も1回ですから。 そう考えると、新太郎が S 取って、新山が前、前受けするかもしれないですね。で、えー、3連単のシーツは平原中川ですね。さてですね、えっ、ー、と、先行するのは誰かえっ、ー、と、私はよ、横山は必ず行くと思っております。えっ、ー、と、もう、 じゃん前からえ、かけちゃう。で、様子を見ながら、えペースを上げていって、ホームでもうフルピッチ。まあ、それは持つのは2コーナー過ぎぐらいまでじゃないかなと。え横山の構造距離見ますと。で、えー、っとし、私の予想では、新山が前を取ってると思うんで、えー、っと、し それを横山が押さえてきては、新山がどうするかっていうと引くと思うんですね。引いたら7番手じゃないか、中川と思うんですが、中川まあ、こうついていっても、ちょっと新山や新太郎が振っちゃうと、結局、あの、そこまで、あの位、位置にこだわって足使ってもっていうタイプですから、引いちゃうと思うんです。なんで、 えっと、横山、まあ、関東ラインが先手を取って、えっ、ー、と、新山は結構、あの、意外と楽に中断取れるんじゃないかなと思います。で、後方に中川じゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、このレースの最大のポイントは、えー、新山がどこで仕掛けるかってことなんですよね。というのは、仕掛けが早くなると、えー、横山と叩き合い、 もしくは、まあ、早めに逃げても、早めに逃げた、まあ、慎太郎が指して、えー、っと、横山との5995なんかもあるんですが、今の新山、そこまで積極的なのかなと思ってしまいます。まあ、だ、横山も、横山は構造距離長いんで、それ見ながら、中断取れれば、えー、っと、 仕掛け方一つで、えっ、ー、と平、平原平原を追い抜けますからね。で、あまりに、あの、新山の仕掛けが遅いと、結局、平原バックぐらいからもう出ちゃうんで、それはちょっと新山にとっては避けたいのかなぁと思います。もちろん、あの、後ろにスピードある中川がいるんで、それを警戒するあまりに、 あの、躊躇してしまうというケースもあるかもしれないんですが、やっぱり前二段掛けですからね、それを潰しに行かないといけないんで、え私はえ最終1コーナーからあの仕掛けてくると思います。週1コーナーから仕掛けて、えー、っと、2コーナーではもうできてないと、平原の上を乗り越えられないと思います。ので、そのぐらいの、 仕掛けが、新山にとってはベストかなと思います。それより、あの、早いと、叩き合いになって中がごちそうさんですし、遅いともうに、あの、関東の二段掛け決まっちゃいますからね。で、えー、ここで新山が行くと、やっぱり横山、結局、徹底先行じゃない、まくり、えー、逃げの決まり手もないんで、あの、まくり切っちゃうと思うんです。で、そこを、 えー、平原がちょっと一歩出遅れて、こう、えー、っと、ちょっと慎太郎が離れ気味になったと、なると、まあ、そこの番手を切り替えてくると思うんですね。慎山のうし後ろを。ただ、それは、あの、新山、もうスピード乗ってるですから、よあの横山、平原乗り越えるために。 やはり、後ろが離れてしまう危険性があるんですよね。後ろというか、新山の後ろ。つまり、平原と慎太郎でもつれ合うという展開もあるんじゃないかなと思います。となると、うん。足使いますからね。えっと、 いうことになると、結局、中川、最後、まくり追い込みで、後ろ離れて、っていうところを、届く展開もあるんじゃないかなと思いました。まあ、あまりにも仕掛けが遅すぎるんで、頭までは、ギリギリどうなのかなと思うんですが、まあ、ここは、あの、地元の名前がついた意地っていうのもあるんで、人気には、二重丸ついてるのは、毛嫌いしますけど、 中川を無視できないと思います。本命は新段です。えー、っと、中段取って、二、えー、段掛けが決まる前に、えー、っと、もう、先頭に出ちゃって、で、後ろがもつれてっていう展開になるんじゃないかなと思います。えー、っと、対抗人は、平原ですね。やっぱり、 えっと、切り替えてくるんじゃないかなと思います。ただし、新太郎も、あの、すんなり、あの、平原を邪魔がなければついていってゴール前勝負に持ち込めるんじゃないかなと思います。あと、えっ、ー、と、中川ですね、えっ、ー、と、中川のスピードをもつれた場合に最後、外をまくり追い込んでくる。え、やっぱ、基本的には、この目でいいと思います。特に、新山、平原の裏表。 あと、ま、押さえるとしたら、あの、おり、から、新山から折り返しなしで、足沢と和田家、えー、つまり、平原と、えー、佐藤慎太郎、後ろ回る選手が、えー、の対等があるんじゃないかな、と思います。えっ、ー、と、お見てみますか。3、4、3九お !3、4、万車券じゃんえー、334倍ですね。で、三九和田家では、まあ、 記念優勝してるのもあるからな、94.7倍と、ちょっと落ちますね。でも、この新山、橋沢の人気のなさは結構穴目としては面白いと思います。3、4、3、9もぜひあ、あの、押さえてみてはいかがでしょうか。どちらにしましてもですね、まあ、本来ならば、えっと、新山が、 もしですね、あの、躊躇しちゃった場合はもう2442でいいと思います。24は6.0倍人気になってたんで、えー、その場合、やっぱり平原、構造距離がどうなのかなっていうのもあるんで、えー、足座の刺し目も、あの、十分あると思います。えー、と、結構、おつ、40倍つきますからね、足座の刺し目、美味しいと思いますよ。うん。 横山がそれほど持たないんでね、やっぱり平原の負担も大きいんじゃないかなと思っております。そうですね。このあたりで行ってみてはいかがでしょうか。はい。ご視聴いただきありがとうございます。えー、ご覧いただいた方へ、まだチャンネル登録されていらっしゃらない方、えー、っと、ぜひよろしくお願いします。もし動画をお持ちの方でしたら、 あの、何人目とコメントしていただければ非常に嬉しく思います。いいことあるかもしれません。えー、また、えー、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたらそちらも見ていただければ嬉しく思います。えー、プレイリストなど、えー、登録していただくと非常に嬉しいです。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。